写真拡大。セリーグ、巨人8-13、阪神8回戦、巨人6勝2敗。15日、東京 D 阪神が今季チーム最多タイとなる5本塁打13得点で連勝を飾った。巨人先発菅野から6回までに4本塁打などで10得点し、 KO 菅野はプロ入り後ワーストの4被弾10失点自責7となった。口火を切ったのは糸井だった。1回先制の2号ツーランで一気に流れを持ってきた。同化戦に比嘉天いた打線はもう止まらない。西から福留、梅野が連打で1、2塁とすると、マルテが弾丸ライナーで左翼手の頭上を越える敵陣2塁打。1回に一挙3点を奪い、試合の主導権を握った。2回石からはドラフト1位近本が右中間を突破する2塁打で出塁すると、西1、3塁から大山がスライダーを拾い左前に落とす敵地打。続く福留も右前敵地打を放った。1点差に迫られた5回には福留の右越え4号ソロで突き放した。6回はドラフト3位木浪の2号ソロに加え、大山の7号ツーランが飛び出した。7回には梅野が2号ソロを放ち、Yes.